よし、やっていくぞー。よーし、やっていくぞー。坂大戦実況第11話、地上最大の作戦の第5回目でございます。トーマアザラシでーす。あー。ずっと戦っとる。もっとなんかこう、胸躍る、ワクワクドキドキみたいなストーリーがさ、もうないんだよ、久しく。知ってるんだけどさ、坂大戦の後ろの方はこういう感じなのよ。知ってるんだけどさ。後部、天部にあるんや。天部がな。もう限界ないよ。花組の成長にもついていけない。天部ってなんか悲しい運命を背負ってるよね。桜大戦の中でね。出た時はすげえってなったんだけど、その天部のなんかこう、力を発揮した戦いぶりって、そんな4、5話ぐらいよな。3、4話ぐらいかもしれない。うん。武蔵はおそらく、八鬼門風魔陣で解放された都市エネルギーを、帝都の上空でバンバン吸い上げとるんや。そんなエネルギーを天部をすべて吸収してしまう。あ、そうか。俺、てっきりこの花組のメンバーの、なんかこう、もう成長についていけなくなるんだと思ってた。違うわ。この都市エネルギーを天部が吸収しちゃうんだ。なるほど、そうだったんだ。なるほど、なるほど。天部を降りよう。俺たちは生身で戦えばいい。大神ぐらいは剣が扱えるし。みんな心配いらんで。天部にはもう戻れんかもしれんけど。うちらにもこんなことにもあろうかと。後部貝を積んどいたね。これこれこれ。後部貝。後部貝なんだよな。最後は後部貝なんだよな。てれれれれ。このね。わかる？このロマン。このロマン。最終的に乗るのはこの後部貝っていうね。このカエルみてえな。武骨なデザインの後部貝に乗るっていうね。いいよね。これがロマンだよね。当時のスタッフはさ、分かってるよ。こう、長く乗ってきたね、古い形のやつがさ、もう、最終的にはこれに乗り込んで戦うっていう。愛着ある、ボロいやつに、自分たちが成長したことによって、それの力をさらに発揮できて、機体の力ではなく、自らの力で、機体に乗ってるというよりも、機体に乗せられとるというよりも、機体に自らこう、力を与えて、後部の力で戦ってるんじゃなくて、自分たちの力の、をサポートさせるためにこの後部を使うみたいな。これより1時間後、いよいよ三笠は最後の作戦に移る。全速力で武蔵に突入し、武蔵に打ち寄り崩壊させる。極めて困難な作戦だ。この際気休めは痛くねえがはっきり言うが、成功する確率は極めて低い。だいたい低いよな。大体低いのはガオガイガーで慣れてる。大体確率が低いのはガオガイガーで慣れてるし、あれですわ。大体勇気で補えばいいってことも分かってる。なんだか武者震いがしてきたぜ。やっちゃうってことだよ。武者震いがして、ワイルだろう。各自しっかり休息を取り、突入作戦に備えろ。かなり今上空にいるんだろうな。1時間後。一時間もさ、これは移動してる時間じゃないよね。準備してる一時間だよね、多分ね。そんなにその、多分一時間もあれば結構、この、機動戦艦というか、空中戦艦だからさ、ミカさんは。かなりの距離を進みそうなもんだからさ。敵のアジトが東京上空とかにあるんだとしたら、
1時間、この1時間はただ上の方にぽっかりいる時間だよね。面倒ですね。女子どもの話を聞くのは面倒ですね。どうしたらいいんだ。すげえ。最後にこの、最後に、ここでしか使わなさそうなね。いかにもここでしか使わなさそうな、この移動できるマップが。とりあえず桜くんのキャビンに行ってみるか。あ、誰？は、桜くん、何をそんな悲しそうな顔してるんだ。思い悩んだ顔してるんだ。ごめんなさい。こんな顔を見せてしまって。ええ。気にならないと言ったら嘘になります。私に剣を教えてくれた父の力をよく知っています。新宿や赤坂で戦った時は、父も心のどこかに油断があったのかもしれません。そうなの。でも今度はきっと父も本気で来るでしょう。大丈夫大丈夫。一人や二人、一人で戦った時の強さとはさ、父に勝たねばなりません。我々はもう何人も10人ぐらいで戦うから。妙です、父ではありません。さくら君がこうバシッとこうつわずりしてるところにさ、マリアが後ろの方からこう、ね、背後をつけばさ倒せるから。1対1の剣の戦いだと思うから大変だと思うけどさ、うん、その隙をついてね、つばずりをしてるところで足を止めといて、こうもう背後からカンナがこう一思いにこうひとつきみたいなね、バシッとこう聖剣好きを背中に食らわしゃ一コロよ。心配することはね。これ何のパートなんだ。はい、大神さんがいてくれて、私本当に良かった。大神さんがいてくれるから私。うるせえ、さっさと行け。さっさと行け、人に見られる。それなりにやってたと思うぞ。それなりには。いくら考えても答えは出ないんです。だって大神さんがいないことなんて想像できないんですもの。大神さん。いろいろ思うところがある。俺、桜大戦3の実況もやると思ってるんですわ。桜大戦3の実況はね、多分、桜一筋をもう通すことはできないと思うんだよな。ごまかしてんだよ、自分の心をさ。こんなに真っ正面に、一本木に来られてますけどね。いつまで、誰の様子をどこまで見に行けばいいの、これは。ちょっと桜くん見たから、劇場行ってみるか。誰がおるんだろう。なんか逆さになってる。出たな。ボイスは、つのみちゃん、ボイス頼むよ。あー、ないじゃん。あー、残念。素人の声が聞きたかった。結局ね、やめろ。結局ね、素人なよって言おうとした。なんでもない。プロよりもやっぱ素人なんよ。素人の方が魅力がある。その分、一生懸命、皆さんを応援してます。頑張ってください。荒削りな方がいい。すみれのキャビン。同じさくらくんのすみれ、いないってことがある。
て、展望台行ってみるか。すみれ、さ。なんで織姫？なんで織姫？いや、織姫くん。なんだこの BGM は。してるですね。翔一さんが何をしているか当ててみせましょうか。お、おう。女の子のケツを追いかけてます。花組の皆さんを元気づけて回っていた。当たりでしょう。まあそうとも言うな。言うてくれるじゃないの。私も翔一さんのことはよくわかるようになりましたからね。それじゃ今度は翔一さんが当てる番です。ほう。後ろ自販機？ここで何をしてたと思う？なるほど。俺を待ってたのか。買いかぶってんな。マジかい。さすが翔一さん。よくわかる。え、本当かい？これからの戦いは今までにない厳しいものになると思います。うん。でも翔一さんなら花組をうまく指揮してくれると私は信じてます。うん。私にとって帝劇はとても大事な場所。花組の皆さんはとても大事な仲間です。うん。翔一さん、必ずみんな一緒に帝劇に帰りましょう。ほう。ちょっと勇気というかやる気が出るね。真正面、正面、正面織姫。織姫が正面を向いているということは。分かってます。それじゃ失礼します。それった織姫、以前に織姫っていう名前のキャラクターはいたんだろうか。ブリーチに織姫ってキャラ言うよね。そのブリーチが新桜大戦の、のブリーチの作者が新桜大戦に携わり。果たしてこの織姫という名前は、桜くんはキャビに戻ってるって言ってたよな。ねえ？普通そこ話せれるでしょ。俺はスミレくんに会いたいの。スミレくんに。また邪魔が。あ、スミレだ。やっぱりスミレか。なんか呼んどる。え？あ、あら、翔一。いつの間にか。ああ、やっぱスミレの方が好きだ。なんかこういう感じが好きだ。気紛らわせようとしてんだけど。申し訳ありません。気丈に振る舞っとる。水のカタログを読むのに夢中で。も気がつきませんでした。香水じゃないように見えるぞ。ファッシュ日線みたいなの見てるじゃん。え、あら、さくらくんはね、ストレートすぎるんだよ。うん。すみれくんらしくないと言う必要ないです。これが私が緊張してはいけませんの？いや、別に。それは、それは緊張くらいいたしますわ。花組の隊員として一人の女として緊張くらいいたしますわ。めちゃめちゃ弱っとるじゃん、スミレくんが。すみません、商品お見苦しいところをお見せしてしまった。いや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 、スミレくん大丈夫ですわ。翔一とお話ししていたら気分も楽になりましたから。やっぱスミレ君なんだよな。私はこれで失礼いたします。よしよしよし、何しろ一言声かけよう。待て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 、追いかけよう。残念ながらそっとしてお、お、おこうなんだよな。残念ながら。なあ。ちょっとあれだな。ブリッジで、ブリッジで、椿ちゃんに会おう。花組の隊員ですらない。
この人たち緊張しなくていいの。肝座っとるね。実は肝座っとるね。この人たちが休憩しててさ、どうやってこの船動いてんだろうね。オートモードがあると見えるが。すげえ技術力だ。展望台。誰か展望台にいるかな？全員話すまで、あ、アイリス。アイリスなんてのはもうガ緊張だからさ、もう緊張もしてるだろうけど。とりあえずレニーを横によこしとけばなんとかなるんじゃないか。アイリス、外を見てたの。雲しか見えんだ。アイリス、雲の上には天国があるって、ずっと思ってた。この時代ってさ、飛行機あんのかな？アイリスはどうやって、日本に来たんだろう。船で来たのかな。天国じゃないよね。そりゃそうよ。地獄よ。アイリスたち、死んじゃったらどこに行くの？お兄ちゃん、天国ってどこにあるの？まだ天国に行くには早いよ。まだ早いよ。そりゃあ無理な相談だ。こんなマスターガキの一緒に街歩くわけにもいかないな。前に読んだご本には天国には幸せがいっぱいです。天国って何なんだろうな。要はさ、天国と地獄っていうのはさ、その嘘だよな。うまい嘘だよな。天国と地獄があるっていうのは、その生きてる間にさ、悪いことをすると地獄に行くし、いいことを行いをすると天国に行けるっていう、なんかこうそういうストーリーがあればさ、人間悪いことできないじゃん、なかなか。そういうことなんだと俺は思うんだけど、そういうのをちゃんとこう、なんだろう、なんつうかな、ストーリーなんだよ。うん。ここらがおるだろ。おるやん。やっぱおるやん。天国に行けると思うからみんなね、ちゃんと。コーラもね、コーラなりに魅力はあるよね。最後の決戦はこの高部会の出番。ちゃんとコーランルート行ってみたい欲はある。今はこの子たちの最後の点検をしてあげてるんや。ちゃんとしとるよな。意外とコーラはちゃんとしとるよな。頼りにしてるよっていうのは一番コーランの心を、気持ちをちゃんと汲んでるような気がする。うちの方こそ大神派がいてくれるからこんなに頑張れるんや。うちらがここまでやってこれたのも大神派のおかげや。大神派のおかげでうちらは強くなれた。うちらは偉いよな。このまさに今いかんとする、戦地に赴かんとするこの状況で、自分のことよりもさ、期待というかみんなをこう優先してるんだよ。偉いよね、コーラ。これいつまで続くの？全員会うまでか。マリアだりそうだよね。いた、やっぱり。隊長。マリアじゃないか。一人で何か考え事かい？ここに座っていると。不思議とマリアについては何の感情も出てこない。数々の戦いのこと。なぜだ。俺がロリコンだからか。今度の戦い。俺はロリコンではない。ありますか。隊長は勝てると思いますか。必ず勝てるさ。俺たち花組が力を合わせれば絶対に負けるものか。
私もそう思います。でしょ？私たち花組はこれまでどんな苦難も乗り越えてきました。もうダメだと思った時も諦めずにピンチを突破してきました。ふとこのなんだろうな、このまどろっこしいこの隊員みんなと話すところがすげえ愛おしく感じてきた。自分の力を十分に発揮できるんです。めちゃめちゃまどろっこしいじゃんこれ。でもそれが桜大戦だよな。一人一人なんだよちゃんと。ここまでのストーリー必ずしもみんなの気持ちに寄り添ったとってこれたかというとね、そうではないかもしれないけど、この瞬間いざ決戦に向かうこの場面はさ、一人一人にちゃんと向き合ってるんだよ隊長はさ。ソシャゲではそれがないよ。エスレアのデッキの中の5人ぐらいをとの関係だけどさ、それでは隊長、まあ、ここは言い過ぎかもしれないね。それはそうでないゲームももちろんあるよきっとな。突入作戦前にまたここでお会いしましょう。だけどこの桜大戦、ここのこのめっちゃその飛ばすこともできないんだよ。このどうでもいいメンバーじゃないけどさ、どうでもよくもないんだけどさ、おのおののメンバーの話を飛ばさないのよちゃんと。それすげえ。あと聞いてないのレニーとカンナぐらいだぞ。最後カンナにしちゃうけどいいのかな。このまま行くと最後カンナになるけどいいの。レニー似合うね、こういう甲板が。頑張れ、こういうデッキが。新しい花組戦闘服の具合はどうだい？何、どうした？機械人形のような誰にはどうした？運動もしてないのに手のひらから汗がたくさん出てくるんだ。脈拍も平常より早い。戦いの前なのに僕おかしくなったのかな。ガンダムウィングのカトルみたいな声だなと思うんだけど、同じ人ではないんだよな。何も緊張するのか。緊張の夏。今いろいろなことを考えてたんだ。ほう。もし負けたら、もし死んでしまったらどうなるのかな。天国に行くよ。今までそんなこと考えたこともなかった。すると脈拍が急に速くなってきたんだ。ほう。何も考えない方が強いよそういう時は。僕もみんなと離れ離れになりたくない。そうか、負けたくない。まだピシッとしてて欲しかったな、レニーには。なんだか緊張の症状が治ってきた。心を解き放ったことによってレニーが弱くなってるのではないかと。ありがとう。体調は心配しています。アーダラシ体調は心配しております。人間味を得たことによって弱くなっているのではないかレニーが。さあ最後カンナ。あ、バラ組に行ってないな。バラ組に声かけてないな。お、隊長、どうしたんだい？どういう状況？それは何？壁？部屋？あ、サンドバッグ。なんだかじっとしていられなくてさ、でも体がうまく動かないんだ。柄にもなく、あたいも緊張してんのかな。ルフィかクリリンかわからんが、俺にできることはないが、組手なら付き合ってやってもいいぞ。話し合いでも組手でも。この前テレビ見てたらチームナックスがテレビに出てて、突撃でいいよな。
しげじゃん。佐藤しげゆき、とつぎしげ、とつぎでいいな。とつぎ、今とつぎだよな。最後の決戦を前に体調をボコボコにして、とつぎしげゆきの今会いたい人ということで、このカンナの声優の人の名前なんだっけ、田中真由美だったかな、さんだったかな、出てきて、なんかこうパズーとシータのシーンをやってたよ。まさか出てくると思わなかったけど、とつぎとかめちゃくちゃすげえなって思う。ちゃんとした俳優なのに、めちゃくちゃちゃんとオタクしてて偉いなって思う。俺があの場面に、そのチームナックスの今一番会いたい人にみたいなインタビューされた時にさ、田中井真由美とは言わないもんな、うん、で一緒になんかこうあのラピュタのあのシーンを再現みたいな、もうセリフ完璧に覚えてるの。突撃がパズーのところを田中真由美さんにやってもらってさ、それ以外のところをちゃんと全部突撃がやるんだけどさ、 3分だけ待ってやるのところとか全部分かってる。すげえよ突撃は、アホだけど全員あったな。でもチームなくて一番好きなのは森崎だけどね。リーダー森崎だけどね。いや、安田かな、安健かな、いや、なんだかんだで大泉かな。武蔵の中には数えきれないほどの駒がひしめいているはずです。ひしめく、牛と書いてひしめく。二刀二義の、二剣二刀の義。ほう。四本の霊剣。一本は後頭向け。剣、全部刀では？神刀滅却、後頭向け、霊剣新たか。ギャグばっか。真剣白肌。全部ギャグじゃ。後頭向け、真剣白肌り、霊剣あなたか、神道滅却。うん。まあ、後頭向けが好きだね、名前的にはね。山崎。青いサタン。最後はカズマがその命をも絶って覇者の力を発動したのだ。桜大戦のなんかこう、なんだろうな、あのスミレくんが支配になるのが新桜大戦だと思うんだが、そこに至るまでのちょっとこう桜大戦6とか出してほしい。あの艦長があやめじゃねえわ、楓の状態での、この人楓であってるよね、名前がちょっとあやふやに。武蔵の内部にはおそらく武蔵の力を与えている、まあ、揚力の源があるはずよ。その源を二剣二刀の儀で破壊すれば、もう誰が二剣二刀の儀をやるんだ。わかりました。この選択肢何なの？無言でも多分わかりました的なことになると思うけど。さくらくんは2本持てるの？フリジに行くぞ。長えな。今回ずっと喋ってるけど長いな。長官、作戦の指示をお願いします。本艦はこれより武蔵に対する強襲攻撃作戦を実行する。主砲による砲撃後、武蔵に強行突入。毎回三笠はこうなんか選手から突っ込んでるけどさ、で号雷号発射出。なぐみが中枢に侵入し内側内部から砲撃する。 OK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 。
芸がないよな。芸がない。攻め方に芸がない。大体突っ込んで、中で破壊工作っていう、芸のないことをやるけどさ。まあ、そうしかならないんだけどね。そうしかならないんだけど、それ以外になんとかならんのかって思う。手法。ハイパーメガ粒手法。砲弾撃つしかないよな。だよね。っていう。撃たんくてええぐらいの。血が出てるぞ、血が。生き物なのか。武蔵は。うわぁ。現状を報告せよ。現状を報告せよ。指揮官、6部門とも異常なし。おぉ。量子エネルギー系統にも異常ありません。おぉ。ミカサ、武蔵内部の突入に成功しました。半分勝ったようなもんよ。順調に行き過ぎて怖い。もうスタッフは全員全力だね。ベストな仕事をしてくれたな。あとはここからは内部からの破壊工作。戻ってきたらみんなで大宴会だぞ。出たな素人。このブリッジから降りてます。戦いの中にも美を忘れないでください。はい。をお祈りしています。皆さんならきっとやってくれると信じています。最後にこの脇役メンバーたちもちゃんと声を聞けるっていうのはいいよね。良いよね。必ず帰ってきてくださいね。椿ちゃんなんか特別にしてもらってない？なんか特別にしてもらってない？他のメンバーより、他の3人たちよりも特別にしてもらってない？この時が来たわね。楓さん、戦いの前にあなたに聞いておきたいことがあるの。何でしょうか？あなたはどういう心構えで出撃するつもりなの？必ず生きて帰ってきます。差し違えるつもりがない。おお、合格もらった。2年前の対戦の時、当時歌劇団の副司令はあやめ姉さんだった。うん、あやめ姉さんは自分の命。楓さんはもう少し深掘りしたいよな、キャラクターとしてな。でも、うん、平和を守るために命を犠牲にすることは繰り返してはならないわ。うん、残された人の悲しみはあなたでもわかると思うの。うん、大神くん、約束して、必ずみんな一緒に生きて帰ってくるって。うん、そうね。死んではダメ。死んでもいいなんて絶対に考えてはダメ。うん、大神くん、約束してくれるわよね。花組はそうでなければな。もうちょっと考えた方がいいな。ありがとう。差し違えてもなどという考え方は花組には似つかわしくないね。やっぱり。お、大神くん、真剣白羽取り。これが二剣二刀の一つ、真剣白羽取りよ。真剣白羽取りって言ってほしい。いえ、神宮寺一馬大佐が持つ宝刀無形があれば
二剣二刀の儀を行うことができるはずよ。神と名脚は米田長官からもらう。霊剣新たかは桜君の剣なんか。さあ、行ってらっしゃい。みんなで帰りを待ってるわよ。おう、行ってきます。隊長、防雷壕も整備完了しています。防雷壕も整備完了してますわ。コーランの口から聞きたかった。いよいよ最後の戦いですね。ここまでは作戦通り。ここからは私たちの出番ですね。後部の整備もバッチリや。アイリスも思いっきり頑張るよ。ここからがクライマックスですわね。みんな油断は気持ちよ。ああ、気合を入れていこうぜ。大神さん、出撃命令をお願いします。出撃せよ。あえて最後はいつものフレーズ。帰ってくるぞとは心意気。掛け声はいつもの掛け声で。これ40分ぐらい行っちゃうな、時間的に。ゴーライゴー使い切り。シュボシュボ。ガソリンエンジンみたいな、原付きみたいな音がしたな。ドーン、蒸気だと思うんだよな。いいねいいね。よし、ここまでだ。いやー、ちょっと長くなってしまいましたけども、いいね。やっぱ桜田さんいいね。後ろの方はやっぱこうちょっとこうちょっと狭く、なんかこう暗く重くみたいな感じあるけど、茶番まあまあまあね、所詮ゲームだからさ、所詮ゲームだけど茶番みたいなところあるけどさ、話もさ、でも熱くなるね。やっぱいいな、やっぱ朝倉大戦は。ということで、ちょっと長くなりました。ここまでにしましょうか。まだまだ続きます。地上最大の作戦まだまだ続きますが、ちょっとついてきてください。ほなまた。